ピエール・マッサー！マッサー！マッサー！本日はこの2人で戦っていきたいと思います。はい、ね、まずお互いのカードも結構デッキ変わったと思うから、そうだね、なんかちょっとずつじゃあ紹介していきます。はい、俺の方から紹介していきます。あゆー、あれからゲームエンペラーのあのパック買いしました。はい、パックっていうかもう箱ですね。無限のゲームエンペラーキングマスターカードでございます。出た、もうすごい。ゲームのストラクチャーっていうのが売ってるんですよ。まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、はいはいはい、はい、それに必ずついてくるこれ8マナのゲームエンペラーですね。お手軽エンペラーね、はい、これはまた全く効果違うんで、これも使えます。トゥリーナッツォッチっていうこれね、13マナ重くねみたいなね。これね、でもこれも無限クライムで4マナとかで出せるんで。そうなんだよね。はい、こいつもなかなか強いです。デイドリームダークマター、出たー。で、こいつもなんかね、もう最悪、もうイラストにゲームエンペラーいるからね、これね。俺の綺麗なねじれるものもーん、あー恐ろしい。これね、もうみんなが愛したあのカードでございます。もうね、うん、昔からね、愛してやまないカード、はい、私はですね、まあ、前回の開封動画で正義帝が2枚当たったとギャラクシーデッキを作りましたということで、はい、まあ、まずこいつね、こいつなんだ、ヒーリングプリンセスメディックブレイジングアームストロングね。おお、シールドを増やせるカードとしてめちゃくちゃ便利。あの最近またパック買ったやつで当たったのがこれ。おお、グローリーオブチャンピオン。なんか光り方違うな。そうなんですよ、うん、こいつはね S レアで結構強い。でね、だいぶ便利これは。スーパースターハルバード、最後に決めるのがこれ。いや、このコンボがガチでうざい。そう、これがやばいんですよ、ダイヤモンドソード。ルールとかも一応いろいろ調べながらやってるんだけど、もしなんかここ違うよとか、あ、そうだね、こういう時こういうので使った方がいいよとかってあったらコメントお願いします。はい、ちょっとね、教えてほしいですね。ちょっと多めに見てください、間違ってたら。ちょっと調べながらやってるんですけど、あ、コメント欄すんげー読んでて、うん、まあそれを参考にデッキも実際組んでたりとかしてて、はい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 、めちゃめちゃ役に立ってるんで。いや、マジめちゃくちゃ参考になる、本当に。コメント数もあのサブチャンネルかっていうぐらい来てたんで、いや、本当に助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きこの動画でも見て、何かあったらコメントください。はい、お願いします。それではいざデュエル、デュエルスタート、スタートだ。はい、じゃあ、はい、終了展開、チェーン、デュ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 。そして手札がちょうど5枚というね、シャキーン、プロデュエルスターもシャキーン、デュエルディスクカードセット、じゃんけん、おい、あいこいっしょ、先行俺のターン、よいだろう。はい、始めたいと思います。一番タッタッ、一番ザンブロンを召喚。何？ターンエンドだ。え、展開が早いな。そう来なくてはなだろう。レインボークリーチャーを一体マナに置き、ターンエンド。一枚マナチャージ。おう、ターンエンドだ。おお、こいつはマナゾーンに置いて二マナ使ってギャラクシールド発動。シールドゾーンに行くんだけど、シールドゾーンに行ったら一枚裏向きにした山札の上から。マナをチャージ。ターンエンドだ。おっと、おギャラクシールド効果でこいつはノーコストで出ますわ。2マナ使ってギャラクシールドもう1回します。おい、はい、ターンエンドです。2マナを使ってグサイ召喚。このクリーチャーが出た時墓地に2枚置く。そしてギャラクシールドの効果発動。山札の上から4枚めくって好きなものを1枚手札に加える。ブロッカー召喚、こいつが番出たら1枚引ける。1マナを支払い、ねじれるものボーンスライム切り札登場。来たな。3マナをタップし、こいつも3枚タップし、墓地から無限クライムスピナー極消化。こいつの効果によってこいつは3000マイナスされて破壊だ。何？そしてこいつのザンボロの効果によって1枚ドロー。ほうほうほう。あはははは、笑うだけかい。何も言わんのかい。ターンエンドだ。3マナ使ってゼッケン1番発動。相手のモンスター一体表向きでシールドに送る。やめてくれ。こいつはシールドに行ってもらおう。そしてもう一つの効果が、自分のクリーチャー一体をシールドゾーンに戻す。俺が戻すのは当然こいつ。何こいつってことは、そしてこいつがシールドゾーンに行ったら山札の上から裏向きでシールドセット。2マナタップしてジャッジメントバリスタ、ブロッカーだ。1マナを使ってねじれるものボーンスライムリアルディング召喚。いや、うざい、そいつマジでうざい。まずこいつの効果で1枚ドロー。ここで俺も切り札を出させてもらうよ。何？こいつを表向きで、来たか。
シールドゾーン、こいつが俺の切り札だ。こいつがシールドゾーンにいる間は全てシールドトリガーになるからな。最強のモンスターだ。攻撃ができない。グサリー破壊、未まだお使い、おロジュニアアドベント。こいつの効果によって2枚を墓地に置く。そしてコスト2以下までのクリーチャーを出せる。俺の切り札、ねじれるものボーンスライム。何、誰もが恐れるねじれるものボーンスライム。くそー。手札以外からの特殊召喚で成功した場合、俺は山札の上から1枚シールドを追加することができる。何、一番恐れていたことじゃないか。俺はシールド9枚だぞ。おお、この鉄壁の壁を崩せるのか。このクリーチャーを破壊、その時こいつの効果によって、なんだと、墓地から無限クライムを持つクリーチャーを召喚することができる。なに、そして俺が召喚するのはトゥリナーサッチ。なに、ノーコストでバトルゾーンで出てくるな。こいつがバトルゾーン出たら自分のクリーチャー全てがアタックされないし、ブロックもされない。2マナ使ってこいつと同じやつを召喚。3マナタップ、3枚タップ、ミリアルで召喚。同じやつ、同じやつだ。こいつの効果により1枚ドロー、厄介なやつを。そして残った1枚でトムのゼリー召喚。出た、ミリアルデンでシールド1枚、2枚ブレイク。その瞬間、俺は墓地または手札から無限クライムクリーチャーを特殊召喚できる。ゲームエンペラー、くそ、うまい。こいつの効果により場の3体までのクリーチャーを手札に戻す。なんてことだ。4マナ使ってエメラルを召喚だ。なに、こいつが出たら自分の手札から表向きでシールドをセットしてもよい。くそ、そしてシールドを1枚手札に戻す。2マナ使ってジャッジメントバリスタ、ブロッカーだ。1マナを消費しザンボロンを召喚。くそ、そして3マナを消費デーモンバイツ、バトルゾーンの5000円以下のクリーチャーを1体破壊だ。なに、こいつさようなら。あー、貴重なブロッカーが。トリプルブレイク、そいつは守らせてもらう。ブロックキュン、ありがとう。その瞬間、こいつの効果により相手の手札を見ないで3枚墓地へ送る。デヨーンドーン、トリプルブレイク、ジョリーン、あー、最強のシールドトリガー。まずはシールドトリガー、ブロッカーを召喚。おう、そしてもう一つのシールドトリガー、紫の夜に幕を下ろすスパーク。こいつはモンスター全タップだー。嘘だ。嘘だ。そんなことがあっていいのか。ギャラクシールドの効果でこいつはノーコストで出る。まずは2マナ使ってメカニカルウォッチドク召喚だ。3マナを使ってダイヤモンドソード発動。何、相手プレイヤーはアタックできないなどの効果を全て無効にする。相打ちしよう、相打ちというかスレイヤーの死のボンスライム破壊だ。相打ちだ、これで。じゃあ相打ちだ、ボンスライム。ターンエンドだ。4枚タップ、4枚タップ、そしてこいつの効果に2枚ドロー。墓地から無限クライム、無限エンペラーを召喚。勢ぞろいだな。こいつでダブルブレイク、シールドトリガー発動。何？サーファーインザスカイ、こいつがバトルゾーン出たら相手のモンスター一体を手札に戻すことができる。なんだと、こいつを戻す。もう一個のシールドトリガー、こいつ自分の手札を一枚表向きにしてシールドゾーンに置いてもよい。何？延命だ。こいつの攻撃の効果により手札からゲームエンペラーを。あー、こいつの効果、あー、5万以下のクリーチャー全て効果を無にする。あー、こいつで1枚ブレイク、あ、1枚ブレイク、とりあえずブロックだ。こいつの効果により手札からゲームエンペラーを召喚。なんだこのデッキは。そしてこいつが場に出た時、相手のクリーチャー1枚手札に戻す。あだがしかし俺のクリーチャー攻撃できるものがいない。ドラーツキュー、クリーティーブレイク、ドーン、来た。この時を待っていた俺の切り札、ねじれるものボーンスライムでダイレクトアタック。ということで第1戦は僕の勝ちでございました。だいぶ圧倒的な勝負だったな、今の。圧倒的だったな。次の試合はお前の紹介動画にでもしてやろうかな。そうさせてもらおう。そうさせてくれ。じゃんけんほい。俺からだ。1マナチャージ。
そして1マナーをタップしねじ切れるほどボーン。あれから俺の夢は毎晩こいつに出される。ボーンスライムがトラウマにならないんだよ。ドロー。俺はレインボークリーチャーマナーゾーンにおいてターンアイドだ。ドロー。トムとゼリーをマナーに置き、ドゥゲンダを召喚。こいつの効果により2枚ドローし、その後手札から2枚墓地へ送る。そう。そして俺が送るのは先ほどお前を痛めつけた2枚だ。おーい、マジかよ。最高の滑り出しじゃねえかよ。ターンエンドだ。2マナタップ、ギャラクシーシールド始まったぞ。ターンエンドだ。ドゥゲンダでこいつをブレイク。パリーン。そして俺はこのギャラクシーコードカードの呪文使う。くそー、こいつだ。そして残りは一番下に送って、2マナ使ってメカニカルウォッチドッグ。1マナ使ってこいつをブロッカーだ。1枚ブレイク、パリーン。オッケー、ターンエンドだ。ここは一旦守りに徹するぜ。2マナ使ってジャッジメントバリスタ。もう2マナで同じものを召喚。はい、メカウォッチドッグでそいつを破壊だ。ターンエンド、マナをチャージ。5マナ切りギリゾンビ召喚。5000ブロッカー。5000ブロッカー。4マナ使ってギャラクシールドだ。始まった。そしてメカニカルウォッチドッグの効果でシールドが追加されたから1枚ドローできる。2マナでドゥゲンダを召喚。またドゥゲンダか。こいつの効果により2枚ドローして2枚墓地へ送る。俺が送るのは無限無エンペラー。3体タップ、そして3枚タップ。ミリアルデン特殊召喚。てりーん。ターンエンドだ。こいつはバトルゾーンにノーコストで出ますと。そして2枚ドローして1枚を表向きでシールドにセット。そしてこいつが表向きにシールドにセットされたターンは効果で1枚ドローできる。3マナ使って呪文絶剣1番。これで相手のモンスターを表向きでシールドに送ることができる。こいつは表向きシールド。何？そして俺も自分のクリーチャーを表向きでシールドに置く。こいつ、じゃあ2マナ使ってエンシェントガーディアン。メカニカルウォッチドッグでドゥゲンダを破壊。デュオーン。ジャッジメントバリスタでボーンスライムを破壊。デュオーン。ターンエンドだ。4マナ、このターンもらった最強ゼロマックス。この効果で4枚表向きにし1枚手札に戻す。ターンエンドだ。俺はスーパースターハルバードの効果でノーコストに出して2枚ドローする。そしてそのうちの1枚を表向きにシールドにセットする。俺が置くのはこいつだ。グローリーオブチャンピオン。くそー。シールドが追加されたからこいつの効果で1枚ドローできる。アズールライジングジェネラルもノーコストで出せる。4マナでブロッカーを出す。そして3マナ使って来たか。とうとう来たか。ダイヤモンドソードを適用。はい、来たか。ここの場にいるモンスター全員攻撃ができる。トリプルブレイク、ブロック、ダブルブレイク、デヨーン。こいつでブレイク、デヨーン。こいつでブレイク、デヨーン。こいつでブレイク、デヨーン。いける、届け届け俺の気持ち、ブレイク、デヨーン。なーにー、よっしゃー、メーカーにカルウォッチドッグでニューダイレクションだ。よっしゃー、すー、デッキのいいところをお互い見せれたんじゃないですか。そうだね。ということで、はい、今回俺とターボの試合はこんな感じでしたね。はい、まだ初めてね、2週間ぐらいでねこのバトルを展開できるってなかなかね、ハイレベルなんだ。そうだね、結構集まったからね、カードもね。ということで、また次回も、まあ誰対誰になるかわからないですが、はい、やりたいと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録と高評価、通知登録お願いします。お願いします。では、次回のデュエルでお会いしましょう。バイビー、バイビー、シードトリガー注意、俺のターン。